始めますね。マイクを若干下げてほしい。聞いてましたね。こっちを緩めると、あ、なるほど、下がるんですよ。なるほど、そういうことか。下げすぎたし。通知送信でいいんですよね。はい、お願いします。 OK。 で、こんばんにゃ。エンキチさんが来ましたね。こんばんにゃ。サチさん、一応一回マイク押さえたし、あ、テステステス、マイクテス、 OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ、じゃあ行きますね。はい。はい。ワンがいっぱい。今日もワンがいっぱい。はい、じゃあ開始していきます。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、ちょっと私の久しぶりの遅刻でだいぶなんか収録が遅くなりましたが、いえいえ、まあ今日はこの後の番組が収録なのでゆっくり撮れるなと思って余裕しましたね。私は慌てて上に上がってきたらキャンさん普通にタバコ吸おうとしてたっていう。もうちょっとかかるかなと思って準備してたんですけど。私めっちゃ焦ってましたよ、その時。やばいやばいやばいって。ゆっくり来ていいですよって連絡したじゃないですか。まあ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 、まあ、確かに来てましたけどね。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の、18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、どうしようかな。まず1曲いきましょうかね。お願いします。今週はちょっとテーマにのっとった曲を選曲しました。五木ひろしと木の実奈々で居酒屋です。どうぞ。渋い歌です、ね、渋い歌渋い歌。なんか居酒屋歌ってる人結構なんか渋い系が多くて。旦那もこれ言ってたんで、昨日なんかないって言ったらこの二人がいいんじゃないってことで。まあお酒ソングっていろいろありますからね。ありますね。でもガンガン居酒屋をテーマにしたと、確かに最近の歌ではあまり少ないかもしれないですね。うんうんうん。8時から雨降るの？8時に雨降るの？やめてくれ。ちなみに僕が好きなお酒の歌で、はいはい、渋谷合コンかっていうのがありますね。
何ですか？リーマンマイクっていう。そういうのを歌ってる人いるんだ。はい。渋谷合コンか、ウォーウォーイェイイ。何それ、何それ、あの、1、2、3、4、合コン、合コンっていう、面白い曲だな。めっちゃ面白い曲です。面白い曲だな。そんなのがあるんだ。1,2,3,4,5 で合コンを叫ぶっていう。あー、そういうのがあるんだ。すっごいよ、痛いかーん。同級生のメンバーで集まった時にカラオケとかやると、うん、僕 X 歌ったらめっちゃ盛り上がるんですよ。あー、で、一昨年ぐらいの結婚式の、うんうん、帰りに同級生とこの、はいはいはい、二次会の後、三次会まで流れて、うん、その三次会会場、別のお客さんとかもいっぱいいるところだったんで、はいはいはい、まあ、とりあえずカラオケができるところだったんで、X 歌ったら、同級生は盛り上がってるんですけど、店内そんなにないんですよ。若い子が多くて。あ、なるほど。あ、やっぱ X 分からないのかって思いながら、うん、まあ、試しに楽しいからこれ入れてみようかなと思って、この渋谷合コン会入れたらめっちゃ盛り上がってる。おほほほ。女の子もノリノリでしょ。へぇー。すっごいよ、一体か。おい、この後知ってるよ。面白い。面白い。私最近あれだな。旦那を連れての居酒屋飲みが多いので、友達と飲んで、一次会で終わるのが多いかも、最近だったら。居酒屋飲みか、あんまりしてないですね。逆にバー飲みがないかもしんない。僕はもうバー飲みが多いんで。逆に？はい。一人でバーに行ってカウンターにするのが好きなんですよ。あー。その日に会った人とおしゃべりして、うんうんうん、お友達になる。うんうんうん、それもあるね。大晦日に飲みに行って、うんうん、その時にカウンターで仲良くなった人と年明けにカラオケして、早朝までずっと一緒にいたことあります。やばやば。はい、じゃあ間もなく曲終わります。はい、はい、じゃあマイクあげますね。はい、五木ひろし、木の実奈々で居酒屋でした。というわけで、そのままテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは居酒屋エピソードです。その前に、キャスの方でコメントが来てますので紹介したいと思います。ヤンキチさん、サッチー、キャンチー、こんばんにゃー、こんばんにゃーにゃー。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、ワン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 、ワン何回来たら気が済むかな。ナルトラさん、お疲れ様です。と来ております。お疲れ様です。大浜さんも来ております。なんか大浜さん、私の個人的な配信の時以来じゃないですかね。はい、大、お疲れ様です。と来ております。お疲れ様です。では、ちょっと、テーマの居酒屋と関係あるのかないのかよくわからない DM がちょっと来ておりますので、それから紹介したいと思います。はい。ヒンチ参道さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ居酒屋、サッチーキャンチー、こんばんは。こんばんは。して、居酒屋ですけど、お好み焼き屋さんでも大丈夫でしょうか？今日居酒屋なので、ちょっと居酒屋エピソードということでやってますが、まあまあまあ、来てるので紹介しましょう。実は僕の亡き弟は、お好み焼き屋さんを一軒潰してます。ん？どういうことかな？お好み焼き屋さんで大暴れして潰しやがった。マジやばい。キャンチーはお好み屋さんを潰してした経験あるね。あるねーと来ております。あるわけないじゃないそんなそんなことしませんよ。僕は大暴れして潰すって大変なことですよ。僕は夜の男キャンですよ夜の紳士ですよ。もう紳士、はい、紳士もう一つ、これはテーマにのっとったDM なので、そのまま紹介したいと思います。はい、お願いします。
ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。居酒屋の飲み会では酔いが回って、ま、酔いが回るのが早くてよく眠くなってしまいます。あらら。そしてみんなが、縁も竹縄となった頃に寝落ちから目覚め、なんか物足りなさを感じながら帰ることが多いですねと来ております。なんか私の旦那みたい旦那もあれなんですよ。ちょいちょいあの居酒屋行って、はい、あの前の嫁さんとだったかな、なんか寝を結局なんかこの飲み会中に酔っ払って眠って、であの元嫁さんに蹴られてっていう経験があるって私は聞きましたけどね。私はそんなことしないですけど。あら、まあ、そう、そういうのもあるんですよ僕は寝たことがないですね、お酒飲んで。私もない、考えたら。うん、ただ酔っ払ったら私の場合はテンションだけ上がって、まあ冷静っちゃ冷静です僕もですね。ちょっと先にお腹痛くなったりとか気持ち悪くなったりするんで、オロオロが始まっちゃうんですけど、はいはいはい、基本的にはそれでも復活します。ああ、私もそんな感じだな。飲んでる間だったら全然大丈夫ですね。うんうん。ただ家に帰って一度寝ちゃうと、はい、めちゃくちゃ二日酔いするんで。ああ。起きてる方が全然冷めますね。あ、確かにそれは言ってるかも。でも私最近二日酔いするほど飲まないんでそもそも、まあ僕も今二日酔いはしなくなったので。あ、逆に、はい、逆にしなくなったんだね。あ、めちゃくちゃあの今ちょっとお酒には強いから。あー、なるほどではメールの方に行きたいと思います。はい、お願いします。メッセージテーマ居酒屋エピソード、気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、伊佐崎先生エピソードって、それサザエさんの伊佐坂先生 やないかーい、ではなく、居酒屋エピソード、最初に勤めた場所、職場に入職したばかりの頃、初めての飲み会に参加したのですが、ビール生4杯を飲んだ僕、トイレに行こうといざ立ち上がった瞬間、近くにあった取り皿に僕の足が当たってしまい、水拳使いみたいにふらつきました。その後、女性職員の先輩に手引き歩行してもらい、トイレの前に連れてってもらいました。今はさすがにそんなことありませんがと来ておりますウケる、まさかのってところですね、はい。キャスの方で大浜さん来ておりますね。大阪でそれしたらボコられるよ。お好み屋さんでもビールがあるので、これは何ですか、のんべえからのんべえが昼からお好み焼きをつまみに飲んでます。まあ大阪とかはお好み焼き結構多いですからね。そうですね。だからあのお好み焼き屋さんで置いたしちゃいけませんよと。まあ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 、確かにさっきのヒンチ参道さんですね。はい、ダメですよお店でそんなね、ねえ、ことやっちゃいけません、はい、出禁になるようなことしちゃダメですそういえば出禁で思い出した、旦那もそういえば一箇所だけ出禁になったような感じがするんだよな。まあいいや、洋服はもう出禁食らったことまだないのか。私もない、はい、のでまあどんだけって思うんだけど、だ結構遊ばせてもらいますお酒の遊び方で、まあちょっとあまり良くはないですけど、一気飲みみたいな感じで、いろいろショットとかあるじゃないですか。はいはい、ありますね。やっぱりバーに通うと、あ、この人あまり言わしたら危ないなとかで、うんうんうん、やっぱりお客さんなんでやらすんですけど、はいはいはい、ほとんどやらされます僕。あらあら、鼻から吸わされない。いい、怖い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 メールの方に戻りたいと思います。サッチーキャンチーこんばんにゃー、こんばんにゃー、ヤンキチです。ご無沙汰してすいません。テーマ居酒屋エピソード、
昔は仕事終わりに毎日行って普通にメニュープラス今日のおすすめが黒板に書かれており店員が注文は、我が上司はおすすめの右から左まで全部さすがと来ております。まあ、そういう方いますからね。そうですね。太っ腹の方は。キャスの方でリクカイクーさん来ております。こんばんワンデーって、こんばんワンデーって曲違うし。今帰ってきたのかな。わかんないけど。こんばんみー。こんばんみーで私はやりましょう。私のこの居酒屋エピソードにした訳をまず最初に言おうかなと思ってたんですけど、忘れてました。先々週ですかな、もう多分。ですね。ですね。はい。飲み会、居酒屋で飲んだんですけど、旦那一緒に。これ行っていいって、旦那の、後輩がやってる居酒屋さんが、はい。与那原の方にありまして。ほう。マングースっていう居酒屋なんですけど、はいはいはい。は漢字がややこしいんですけど、い。ああ、まあまあ、そういう系ですね。はい。で、そこで、私たち夫婦一番乗りだったんですよ。おお。その日に言われて、その日だったかな。言われて、はい。旦那と一緒に行ったんですけど、結局一番乗りになってて、で、二人で飲んでる時に、この後輩と、後輩一人、このマングースの店員さんっていうか、店長さんと一緒に三人で飲んでて、で、その後から、面白い後輩が来まして、で、めっちゃなんか、体型はぽっちゃりなんですよ。はい。ぽっちゃりで、前日から飲んでたとかなんとかで、二日酔いの状態で来てたんですよ。はい。はいはいはい。確か。で、それで、仕事の話とか、そういうのが結構盛り上がりまして。で、旦那の、この、まあ、私と旦那同じ介護職なんですけど、あっちは、あっちの仕事の内容言って、で、この後輩が、めちゃくちゃ大爆笑してるんですよ。なんか、下ネタ系の、話をして、こんな高齢者がこんなことするの、ガハハハハって大爆笑したもんだから、この人面白いと思って、逆に。で、どん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 何人、4、5人ぐらいは残り、遅れてきてたんですけど、で、後から来た人が、内地のなんか、なんて言ったかな、なんかの社長さんだったらしく、で、その人が帰ってきたからっていうきっかけで飲み会が始まったっていう経緯なんですけど、なんかもうグループになってたんですよ、すでに。私たちと、この、なんか面白い、この後輩の人と、で、残り3名ぐらいと、で、間にこのマングースの店長さんがいて、で、店長さんはあっちのグループの話を聞いたり、こっちのグループの話を聞いたりしてて、でも、なんか、この後輩、この面白い後輩の人が、いきなり立ってどこ行くかって言ったらトイレ行き始めて、トイレ行き始めたんですけど、で、トイレ行って帰ってきて、で、なんか、なんだろうな、なんか面白いことを言おうとしてたんですけど、なんだろう、なんか、大爆笑してて、おう、トイレから帰ってくると、帰ってくると、大爆笑してる大と。爆笑。なぜでしょうか？その、来たばっかりの時にやってた、仕事の話を、なんか、持ってきて、で、その振り返りで大爆笑してるっていう。思い出し笑いですか？そう、思い出し笑いで大爆笑してて。高齢者がこんなことするみたいな。そこかーいって感じなんですよ。そんなに積もったんですね。そう、めっちゃツボってたんですよ。で、この後輩たちと飲む前々日ぐらいにも、那覇で今度、リオチさんたちと飲んだんですよ。で、リオチさんと、リオ、あの、リオチさんの友達、要は私とも共通で友達なんですけど、で、この方とも飲んだ時も、結構旦那の方が下ネタ系にすぐ走るっていう。
いつもそんな感じなんですよ。なんか私と旦那と飲みに行ったら旦那足もネタ系に走りみたいな。ダメですよ、レディーがいる前ではもう本当に。ツイキャスが来てますので紹介しますね。大浜さん、出禁になったの、こんばんは、リクさんと来ております。出禁にはなってませんでしたね。あのここではね、まだいいけど。ヤン吉さん、よく行った居酒屋のメニューに必ず頼むジャンボ唐揚げ、大きくて美味しかったのですが、もしかしたらカエルかもだったって。カエルだったかも。カエル、カエルの唐揚げ美味しそうですね。食べたことない。なんかあるのは聞いたことある。鶏肉らしいですね、食べた食感とか味。ああ、らしいですね、はい。ヤンポーさん、サッチーキャンチー、こんばんは。こんばんは。あと私あれだな、居酒屋結構沖縄市にいた時に同級生と飲んでて、はい、で今はそこまで飲んでないんですけど、一緒にはその友達と飲みにから3人で行くんですけど、同級生女3人で飲みに行って、で最近童謡から始まるんですよ。まあ大体ですよ、最近童謡って言いますもんね。そう、はい、最近童謡から始まって仕事の話になりの、はい、もう年だぜってか、そういう話になりの、もう万能ですかね、最近同様は。もう仕事から恋愛からプライベートから、そうそう、はい、いろいろな話をして、で大体カラオケに流れるっていうのがオチじゃないですか。まあ多いですね、うん。だけど私たち同級生この3人はいつもあのカラオケに行くのは行ったりもするんですけど、最近はなかなかコロナ禍もあって会ってもいないのでなかなか行けてないんですけど、でも一次会で終わるっていうことが多々ありますね、うん。カラオケまで行かず、行かずにそのまま、うん、満足して終わると。そう、満足して帰るかみたいな、帰るかみたいな感じで。前までは1年に1回とか半年に1回結構会ってたので、うん、うん、結構合わせらへんの居酒屋とか。ああ、そう、おしゃれなお店結構ありますからね。ありますね。いいなとか行ったりもしましたし、あと居酒屋エピソードで思い出したの、高校卒業してからくらいかな、居酒屋でバイトしてた経験があって。うん、まあ結構高校生のバイト先でありがちですから。ありありですね、はい。でそこでなぜか先生方も飲みに来てるっていう。おいおいおい、ちょっとビールついてくれよ。みたいな感じです。ああ、まあまあそうですよね。うん、先生方もいて、ちょっと待って、先生方来てるさ、バレたらやばいんじゃないか、みたいな。おい、お前ら飲むなよ。しかも学校の近くの居酒屋だったんで。それバレますよ。バレるっていうね。はい、で、それから私は、それまで、カルアミルクとかカクテル系あんまりわからなかったんですけど、はい、居酒屋で働くようになってカルアミルクとかそういうカクテル系も知って、でたしなむみたいな。おお、うん。僕居酒屋ってあんまり行かないんですけど、はいはい、まあ、行ってたのは大学生の時よく行ってたんですよ、はい。まあ、みんなで大体飲み会とかで誘われたら誘われて行くので、はいはいはい、大体居酒屋なんですよね。そうですね。でその時に衝撃だったことがありまして。何でしょうか。僕明王大学に行かれてたの、名護。はいはいはい、名護、うん、名護の居酒屋ってすごいなって思ったんですけど。どんな居酒屋。女子会がキャーとかってやってる女子会、こうパッて覗くと、はい、真ん中に島のボトル置かれてるんで、ね、おー、みんなでそれこうやって割って、もう人にはそのままついてそのまま飲んだりとかしてる。怖い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 って思いながらいつも、はい、なんか北部近辺の人って意外とお酒強い方多いですからね。いやもう私もう強い酒とか飲めないとか言って、そんな顔してる女の子がガンガン入れて飲んでるんですよ。女子って信用できないなって一瞬思いましたけどね。ああ、残り何分ぐらいです？あと3分です。 OK、 じゃあ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは好きなスナック菓子です。というのも、はい、毎月15日がお菓子の日らしいので、ちょっとお菓子だと
いっぱいありすぎて、はい、あの私の知らないものとかもどん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 来そうなので、はい、あえてちょっと絞ってスナック菓子にしました。スナック菓子、スナック菓子でもいっぱいありますからね。こんなやって指にはめるやつとかいっぱいありますから、ね、ありますねふなっしーさんも来ております。さっちーさんこんばんはと来ております。こんばんは。ヤンキチさん、友達3人とバーに行き、友達はトップガン、僕は車だったので3ピン茶。私でもハンドルキーパーしたってことですかね。ですかね。ふなっしーさん来たよと来てます。あのふなっしーさんあれなんですよ、私のあの個人的な配信にたまに来てくれる方で、ありがとうございます。ありがとうございます。私最近あれだな、本当に一人とか旦那以外、旦那と共通の方とか以外と飲み会なかなかできてないので、友達と飲めたらと思うんですけどね。最近ちょっと連絡は取ってるんですけど、なかなかタイミングが合わずむせたむせた失礼、20分我慢したんですけど耐えきれなかった。そろそろお時間になりますか。あと1分です。あと1分。キャンさん大丈夫ちょっと飲み物飲んで落ち着いた方がいい。大丈夫、席と来ておりますよ、大浜さんから。ああ、もう、ありがとうございます。大浜さんが、涙出てきました。大浜様が、女子会は怖いよね。今、ポテチつまんでる見た、セブンの限定品、石垣の塩味美味しいです。あ、美味しそうですね。美味しそうですね。なんかいろいろポテチとかも出てるのでね、ちょっと次週いろいろちょっと回って私も報告したいと思います。まあ僕あのお酒一杯目必ずロングアイランドアイスティーを頼むんですけど、はい、そんな僕でも名護の女子には勝てる気がしなかったです私ビールだな一杯目ビールだ、はい、ということでお時間来ちゃいました。はい、ではまた来週、おいてさっちとミキさんのキャンでした。じゃあねー、さよなら。私はもう一杯目はビールと決まっているので失礼。大丈夫でしょ先週から鼻がちょっとやられて、あ、いや、私は耳がやられてしまった。クビクっぽいっすね。あいつもマヨの番組とダブって途中参加になるかなって来てますね。大丈夫よ、ヤンポーさん、途中参加でも。今日はちょっぴん私が遅かったので、意外と遅かった。まさかの帰宅ラッシュとかぶるとはこんなこともありますよ、ね、私が結構ギリギリとかなるのって珍しいですよね。珍しいですね。いつも先に来られてることが。ヤンキチさんがキャンチ、那覇は緑がいいって。そうですね、緑がいいですね。名護の緑がいっていうところが飲み屋さんスポットなんですよ。まあそこからちょっと外れたところに大体居酒屋とか、どちらかというと商店通りの方に居酒屋系があって、緑街はどちらかというとその女の子が接待してくれるお店とかがあるようなところです、はいはいはい、先輩とかに誘われて行ったりすることもありましたけど、うんうんうん、あんまりでも別にそお金払って女の子と話す何の意味があるんだろうって思って。確かに私結構マングース以外に居酒屋最近行ったかな、行ってないな。僕はカウンターで座って女の子とおしゃべりできる自信があるので。大浜さんがうちも今から、彼氏をお迎え行ってきます、またねーと聞きます。またねー。今度は沖縄市の友達とどこで飲もうかな、なんか今年中には飲みたいねっていう話をしてて、バーだったら沖縄市で飲むんだったらおすすめありますよ。おすすめ、うん、あとちょっとお高いですけど、お食事も美味しいところとかがあるなら、ペリペリチキンと一緒になってるポルタとかおすすめです。あ、ペリペリチキンか、いいね。で、あと、小座中心のところの、うんうん、あの金秀
の真向かいに中戸食堂ってガラス張りのお店があるんですけど、あっちはワインとかがすごいので、ワインが目当てだったらおすすめです。へー、ちょっとお値段します。